タッチクエスチョンズシリーズ第19作 iOS アプリ株 IR 速読についてご説明します。本アプリは iPhone、iPad それから Apple Watch で、お使いいただけます。本アプリは、URL をのリンクをタップするだけで情報分析を行うようなアプリとなっております。今回は、便宜上分析に少し時間がかかるため分析画面をスタートさせてから、説明させてください。まず、こちら、iPhone の情報を Apple Watch に飛ばします、はい、でこちらで Apple Watch でまず、分析を行います。でこちらで今分析がスタートしました。よでこちらの、iPhone でも分析をスタートします、はい、では、背景を説明させていただきます、株投資において一番大切な情報というものは、言うまでもなく投資先の企業から発信される情報です。企業のホームページなどではよく IR インベスターリレーションズとして企業方針や活動成果を、発信されております。長期投資を考える上では見逃せない情報でもありますが結構文章だらけで物によっては素人ではとてもこう解読できないような内容のものもあります。前年比営業利益〇〇%アップなど、そういった情報は大々的に、公開したりするようなものなので、このような機械アプリを使うまでもないかもしれません。ただ、企業とはいえ人の差が中にはこう隠したい情報だとか小さく書きたい情報というものがあるのも事実です。特に企業が注目してほしくない負の情報などは、建前上 IR 情報の中に義務的に含めたりします。ただ故意にこういった長文の中にこう埋もらさせたり、読みにくい形式にしたり中には負の情報とプラスの情報を並べてさほどインパクトがないような、情報に、したりするような、そういった、ものも私はいくつかちょっと見てきた次第でもあります。そこで、例えばこの見逃せないような、キーワードとしては赤字や損失、負債、合併、買収などいろいろあると思うんですが、こういった固有のキーワードを、網羅的に検索して、この IR ですね、 IR の中からそういったキーワードにヒットするもののみピックアップしてみるような、そういったアプリを、今回ちょっと開発させていただきました。やはり人間がこういったものをこう見るのは少しちょっと困難なところもありますので、やはり機械に調べさせてそれからターゲットを絞り込んでから人の目で見るっていうスタイルがやはり一番こう IR を読む上では一番分かりやすい方法かとは思いますので、ぜひそういった目的で本アプリを活用していただければと思います。で先ほど言いました、キーワードですね、例えばこれでは損失を、キーワードにしてみたんですが、この中に書いてある損失っていう、箇所の部分をこう切り取って、IR から、IR に何が書かれているかっていうのをこう見るようなことができます、はい、オリジナルはこんなような文章ですね、はい、では、簡単に、操作方法の方を、お伝えさせていただきたいと思います、はい、まず、こちら、まずアプリ立ち上げますと、こういった黄色い、エリアがあるんですが、ここはテキストエリアになってます。で、ここに単純にこの URL をコピー&ペーストしてもらえたら、結構です。やり方は、黄色いエリアをダブルクリックして、このようなメニュー現れますんで、コピー&ペーストしていただいたら結構です。で、よく何書いたかは分かんなくなってしまうんで、メモも一緒にこういうふうに書けるようになってます、はい、メモは書かなくても結構なんですが URL は自動認識されてこういう青い下線で、
表示されるようになっております。でこうダブルクリックするといろいろ書けたりコピー&ペーストしたりできるんですが、このキーボードを戻したいときは2本指を下にスワイプすると、キーボードを下ろすことができます。はい、それからもう一つ大切なのはこのキーボタンですね。はい、ここで、このキーボタンを押すと、ここに、お好きなキーワードを設定することができます。はい、ここに何かキーワードを書いて、例えばそうですね、売上とか、まあ、こういったのをセーブするとここにこうキーワードが一つ増えて保存できたりできます。はい、で何か不要なものは、スロットを合わせてデリートボタンを押すと削除することもできます。はい、これで、自分の好きなキーワードの組み合わせを設定してください。でここまで、できましたら、あとはこのようなリンクを、コピー&ペーストして貼り付けて、最後そのボタンをタップするだけで、この中の AI ロボが、その文章を、解析分析して、それで表示してもらえるようになります。はい、でこちらのアプリ、実はApple Watch でも、利用可能ですね。Apple Watch でも、こういうふうな、操作ができます。で Apple Watch の場合は、テキストサーチっていう形で、該当するような、キーワードを、見つけることができます。はい、まあ、何か好きなキーワードをこう入力して、で検索すると、そこの箇所を見せてくれるようになります。ただちょっと Apple Watch だとちょっと分析に時間がかかってしまいます。でアプローチでは URL の貼り付けとか結構難しいので、さっき、一番最初の画面で お見せしたんですが、この To Apple Watch ボタンっていうボタンを押してもらうと、ここの書いてある情報が Apple Watch に、飛ぶようになってます。はい、でこの URL も飛んでくれるんで、ここでアナライズボタンを押すと URL ジャンプして、分析してもらえるような、まあ、そういったものになっています。まあ、iPhoneApple Watch、それから iPad でも、IR 情報解析可能ですので、ぜひよろしくお願いいたします。